冒頭のロゴ表示を無音でやると綾鷹みたいになる説。いやーどうしよう。はい、というわけで山直でございます。よろしくお願いします。先週かな、先日出した動画、ドラッグストアの悪いとこっていうのっていうか、私が辞めた理由っていう動画あったじゃないですか。あれね、結構な反響をいただいておりまして、再生数あとコメント数ともに結構私の中では、私のチャンネルの中では結構ね反響をいただいてる方なんですよ。でね、しもたなと思って、ちょっとごめんなさいしときます。はい、っていうのはね、なんていうのかな、聞きようによってはただひたすらそのドラッグスターをディスってるように聞こえる人もいるかなっていう、なんかこうコメント欄を見てるとそういう感じにねちょっと見受けてしまったんすよね。それははっきり言っとくけど、私の言いたいことではない。私の伝え方がちょっとあれなんかな、ちょっと下手くそなんかなっていうのもあるから、っていうチャンスよ。私が言いたいのは、結局、ポジティブな理由で辞めたというところにおいて、いろんなことが、積み重なって今の自分に生きてるわけですよね。だから、ネガティブなこともあるけれども、確かにあるけれども、そのネガティブを生かして、ポジティブに変換していこうよっていうことなんですよ。で、そのネガティブがあったから今の私があるわけですよね。結局、物事は捉えようやし考えようやということなんですよ。だから、ドラッグストアにもいいとこたくさんあるわけですよ。それを、ちょっと誤解のないように伝えなきゃいけないなと思いました。はい。で、結論から言っとくと、私、ドラッグストア行ってよかったなと思ってますからね。そう、それは間違いなく思ってます。ですから、ちょっと今日は、ドラッグストア、ちょっと待ってね、なんかね、マイクがすっごい歪んでんね。もうどうしよう。ちゃんとまっすぐなってよ。はい。なんで今日はドラッグストアの、いいところを、ご紹介しようかと思います。はい。じゃないとね、フェアじゃないじゃないですか。そうそう。私のね、そのポリシーとして、なんていうのかな、ネガティブキャンペーンとかよくやるじゃないですか。メディアとかでもね、よくやるけれども、なんか、これこれこういうところが、この業界のこういうところがダメなんだよ、みたいな、ダメなことばっかり言って、なんか、一方ですっごい頑張ってる人たちがいるのに、そのネガティブなところばっかりにスポットが当たるから、その業界が活性化しなかったりするじゃないですか。私それアンフェアですごく好きじゃないというか、大嫌いなんですよ。だから、悪いところは悪いところでいいと。それはもう事実やからしゃあないですやんね。それはそれで認めた上で。でも、一方でこういうポジティブなところもあるよ。ね、正と負、両方あるから、ね、プラスとマイナス両方を見て、それを皆さんで判断してねっていうのが私本当にフェアな、平等なことやと思うんですよ。だから、私の場合はちゃんと、一応前回の動画はポジティブで結んでるか、私の中ではポジティブな、内容で話してるつもりないけど、ああいうネガティブなことも含めた上で話をするんであれば、本日ですね、そういうポジティブ、もう前面にポジティブを押し出して、皆様でそれをどう判断するかっていうのを、皆さん委ねようという動画でございます。はい。なんで、ドラッグストアにネガティブな感情ばっかり抱いてもらうというのは、私の本意ではございません。不本意なので、しっかりとドラッグストアに勤めてよかったなと思うところを皆様に本日お伝えしようということでございます。はい。というわけで本題行きましょうか。スタート。ということで、ネガティブを5つ伝えたんであれば、じゃあポジティブをじゃあどうしようかな。10個。ポジティブは10個にしましょう。倍ね。倍で伝えないと、やっぱこう、いいところっていうのも伝わらないかなと思いますんで。でね、先に注意しておきますよ。あくまで私個人の経験に基づくものですからね。会社にもよるでしょうし、その人それぞれ皆様の感じ方にもよるでしょうから、そこは、突っ込まないようにしてくださいね。はい、そこのクレームは受け付けませんので。ということで、ドラッグストアのいいところということでご案内をしていこうと思います。はい、10個ですね。まとめました。はい、まず、1つ目。仲良しです。はい。これが、私が以前案内した動画の内容とは相反するものになってるかなと思います。私ね、以前言いましたよね。なんかいじめ問題がどうこう、人間関係がどうこうでって言いましたよね。それと矛盾してる、やんか、というふうに思わはる方もいるかもわかんないですけど、私はあれは、結構、なんていうんですかね、極端な例を取り上げて言ってます。いじめ問題があったのは事実ですよ。で、それを私の中でそれがネガティブな部分で、印象に残ってるから取り上げたんであって、全体的に、いろんな店舗行きましたけれども、基本
本的に8割9割みんな仲良しなんです。はい。仲良しなんですよ。な、そのめちゃくちゃギスギス、全テンポがむちゃくちゃギスギスしてるかって言ったら、そうでもないというか、これはね、捉え方なんですよ。うん、あのね、っていうのは、その、なんていうのかな、こう、いい面と悪い面の両方があるんですね。この人間関係の仲の良さって。仲が良すぎるがゆえに派閥ができるんですよね。そう。誰々と誰々が仲良くなりすぎて派閥グループになるんですよ。これをどう捉えるか、あるいはその現場の社員がそれをどう統率を取るかっていうところが鍵なんですよね。だからうまいことやってる、お店、あるいはうまいことやってくれてる店長がいるお店に関してはすごく機能するけども、それが、なんていうのかな、把握しきれない、あるいは、そのアルバイトさん、パートさんが暴走すると、権力がこう逆転してしまって、店の中がめちゃくちゃになるっていうようなことになるんですよ。そう。店長の腕の見せ所っていうところですかね。うん。だから、基本仲はいいんです。その、仲の良さがどう左右されるかっていうところはお店によるでしょうということですね。アルバイトさんとして入った時に初日にいきなり人間関係でギスギスするっていうようなことはすごく少ないんじゃないかなと思いますね。うん、あくまで私の経験ですけど。はい、次。次は、病院に行く回数が減るってことですね。これは、まあ、登録販売者の資格をこう勉強したからっていうことも、私の場合はありますけど、そうじゃなかったとしても、例えばアルバイトさん立場で考えたら、周りに私のような登録販売者であったり、もその薬剤師さんであったりね、いるわけですよ。で、いうときに、そういう接客風景とかを見てますよね。ほんならね、なんとなく知識ついてくるんですよ。あ、そういや、薬剤師さんこの間こんなこと言ってはったな、登録販売者のあの人こういう風に言ってはったな、じゃあこれってどうなんやろうとか、あるいはその人と直接交流を持ったりしますよね。当伴とか薬剤師さんとかと直接交流を持ったりするときに質問しますよね。風邪ひいたときでどうしたらいいんですかとかっていうのは、そうしたらいろんな知識もらえますよね。そんならね、あれ病院行く必要なくねっていう結論に至ります。結局、それはまあもちろん症状のね、程度問題によりますよ。程度問題ですけど、ちょっとした風邪で病院に行くのは、ダメなんやなと思います。結局ね、病院行ったらね、抗生剤出されたりするわけですよ。抗生剤を飲みすぎて、免疫が落ちて、逆に体を弱めてしまうっていうことも今まではよくあるわけですよね。でも、それドラッグストアで働くことによって、それもすごく少なくなるというふうに私の中では思いました。で、その病院行かんでも、そこでもう、職場に行けば、薬が山ほどあるわけですよ。そんな、それで対応しようかなっていうことになるわけですよね。そう。だから、まあ、病院行く回数減るんじゃねえかなっていうことですね。うん、でそれでもダメやったら病院行こうかと。まあ、適切な、段階を踏んで、治療できるんじゃないかなっていうところにおいて、この病院行く回数が減るというのもメリットかなと思います。はい。次ですね。物を売る楽しさを覚えましたね。私は。これは登録販売者的推奨販売とかっていうこともそうですけど、それ以外にも普通に、なんて言うんですかね、普通の日用品、食品でもいいし、雑貨でもいいですけど、この売り場作りを学べたっていうのは私は相当楽しかったですね。うん。どうやったら物が売れるのかとか、どういう動線に物を置いたら物が売れるのかっていうことを学べたっていうのは、すごく私は、勉強になりました。うん、楽しかったです、素直に。例えばですね、皆さんね、売り場をイメージしてほしいんですけど、よくスーパーとか大型のショッピングモールとか行った時にね、バナナ、ね、あるじゃないですか。ね。あれがね、例えばイメージしてくださいね。売り場に、ポンと1個だけあるのと、ほんとね、ボリッと山のように積んでんのと、どっち買います？値段一緒ですよ。値段一緒。値段も産地も全部一緒。違うのは、一個並んでんのか、ドーンと山盛り積まれてんのか、どっちを買いますか？どっちが購買意欲そそられますか？ってことですよね。たくさんある方が、美味しそうに見えるし、新鮮に見えるし、買いたくなりますよね。そう、そういうことなんですよね。そういうのを教えてもらえるんですよ。ドラッグ行けば。楽しいですよ。で、それで実際自分が作った売り場から物が売れたらね、もう、あ、すごい、やっぱほんまにこうやってあったら売れるんやっていう自分の中でのこう実感を感じるわけですよね。あれ楽しいんですよ。で、それは私の今の、職場でも相当経験として生きてるから、やっぱあの時いろいろ教わってよかったなっていうのは思いますよね。まあ、それは入社すれば必然的に教わることですけど、私の中では相当楽しかったです。で、まあ、当般的推奨販売で言っても、買ってもらった時にそこから固定客に結びついたりするわけでしょ。もうそんなんもう最高に楽しいですよね。うん、
商売人としての、側面を学べるっていうのは、ドラッグストアはすごくいいんじゃないかなと思いますね。うん、はい、次、社員割引。これ社員じゃなくてもいけるのかな。もしかしたら、お店、会社によっては、アルバイトさん、パートさんのあれでも、割引が効く可能性はありますね。これはね、相当お得。っていうのは、まあ、ものにもよりますよ。ものにもよります。例えば、NB 品ですね。いや、NB ってわかります？ナショナルブランド。いわゆる、メーカー品ですね。メーカー品は、利益率がそんなに高くないので、社員割引使っても大して安くはならないんですが、PB、プライベートブランドですね。自社商品に関して言うと、値引き率というか、原価率が相当ね、原価がね、相当低いので、粗利率が高いですから、そういうものは、原価にちょっと、消費税を足したぐらいで買えてしまうんですよ。だから、ね、あんまりなことは言えないですけど、ものすごいこうお客さんに高額で売ってるようなもんが、もう衝撃の値段で買えたりするわけですよね。そう、そういうことです。そういうのが自分で試せるというのは、すごく良かったかなと思います。詳細についてはいろいろ問題があると思いますので、この場では発言控えますけれども、そういう側面、そういうお得なこともあると。まあ、前から気になってるこの青汁飲んでみたかってんけどな、みたいなあるじゃないですか。そう、そういうのですよ。まあ、あんまり調子乗って使いすぎるとね、給料の手取りがなくなりますから、はい、それは注意した方がいいかなと思います。はい。はい、次。家に必要なものをすぐ買って帰れるってことです。はい。これは、まあ、スーパーで働いてる方もそうかもわかんないですけど、このドラッグで働いてると、もう全部揃うんですよね。うん。で、しかも安いんですよ。そう。例えば、トイレットペーパー切らしてるなと思ったら、もうすぐそこにあるわけですよね。そう、ティッシュペーパーもそうですよ。私なんかもあれですよ。ティッシュ、ケース買いしてましたからね。周りの、社員、同期とか後輩とか聞いてましたね。山野さん、ティッシュケース買いして何するんすかって言われましたね。っていうね。まあ、洗剤とかもそうやし、牛乳とかもそうやし、なんかちょっと、そういやあれなかったな、みたいなのが全部あるわけですよ。で、それこそ、体調崩した時でもちょろっと風邪薬買って帰ったりとかもできるわけですからね。そう、そういうのはすごく便利ですね。私生活にすごく行きます。で、お得なことで言うと、これは完全にお店によると思います。で、今はコロナやから、そういうこともないかもわかんないですけど、あくまで私が働いてた時の経験談、体験談で言うと、サンプルめっちゃもらえます。ドラッグストアってね、むっちゃサンプルあるんですよ。うん。ご存知ない方もいらっしゃるかもわかんないですが、例えば化粧品であるとか、健康食品であるとか、とにかくね、メーカーからもありとあらゆるサンプル。それこそね、栄養ドリンク、リポ D とか、リポビタン D とか、あとはチオビタとか、まあ、あんなもそうですけど、おまけとか、めっちゃもらえるんですよ。すっごいもらえる。基本的には販促品なんですよ。販売促進活動のために使うんですよ。それでも、余る時ってあるんですよ。もうむっちゃあるから、ほんまに引くほどありますよ。で、それでもう、これもう廃盤になってるし、どうしようもないなってなったら、廃棄するか、もう誰かにあげるかっていうことになるんですけど、あまりにも多いから、ちょろっとじゃあちょっと、持って帰ろうか、みたいな風になることもあります。これは、本当に会社によるやろうし、その時の、私がいた時と全然、時代も違うから、そうじゃないこともあるかもしれへんけれど、私の時はそうでした。そう、だから気になるとこ、気になってたサンプル、化粧品のサンプルとかも使えたりするわけですよ。そう。はい、次。ちょっとびっくりすること言いますよ。定時で上がれます。はい。これに関しては、いや、上がれへんっていう人いますよね。はい。わかります。それも合ってるんですよ。それも合ってるんです。これはもう条件があります。まず、店長によります。あと、お店によります。そう。ちゃんと労働基準を守ろう、労働基準法を守ろうという優秀な店長、あるいは、あと、そんなに忙しくない店舗、正直ありますからね。はい。これによって上がれる時間はもうガラッと変わります。はい。むっちゃ変わります。もう一瞬で上がれる店、なんぼでもあります。はい。それがね、よしあしですよ。本当はっていうかね、もう忙しいお店の方がいいわけですよ。ね、その方がいいんですけど、ほんまにね、もうすることないな、みたいなこともあるんですよ、正直。あるんですよ。うん。あるから、もうそんなおったってしゃあないじゃないですか。だからそういう店はもう定時でバシッと上がれます。はい。上がれない店も一方でありますけどね。上がれるお店もあります。それはもうお店次第ですね。はい、次。これは、お店に関わらず私がいた会社はそうでしたけど、休み普通にあります。はい。
これはね、もはやもう今の私となっては、これのありがたみがもう身に染みますけど、私今自営業してるでしょう。そしたらね、休みね、あってないようなもんなんですよ。そう、自分でやってるでしょう。で、自営業者っていうのは労働基準法当てはまらないんですよ。労働基準、もう何百連勤、何千連勤しようが関係ないんですよね。そう。だから、本当に休みは自分で作るしかないんですよ。ですから、本当にね、休みなかった日、何ヶ月も休みなかった日、私あるんですよ、もはや今。あるんです。うん。だから、サラリーマンの良さってそういうとこやなと思いましたね。まあ、サラリーマン、アルバイトさん、パートさんもそうでしょうけど、休みが普通にあるっていうのは本当にありがたいことですね。まあ、これは私事ですけど。で、別に、社員でも、普通に休みありましたよ。休み希望を出せば普通に通りましたからね。まあ、そうじゃないっていうところもあるでしょうね。うん。社員が休み出してもええと思ってんのかみたいな、社風の会社もなくはないと思いますから。それ一概には言えないですよ。会社にもよると思います。上司にもよると思います。思いますけど、基本的に休みは普通にありました。私の場合はね。はい、次。次はね、もう今、あ、もう9つ目か。もうあと2つやね。はい、あと2つですけど、9つ目。女性が多いです。はい。働いてる方、女性がすっごく多い。主婦さんでもそうやし、フリーターの方もそうですけど、女性がすっごい多いんですよ。ですから、女性の方はすごく働きやすいんじゃないかなと思います。はい。女性の方が働きやすい職場っていうのは本当に貴重やと思うし、大事やと思うし、成長もしていけると思いますよ。今の時代ね。いや、ほら、女性で言ったらね、生理あるじゃないですか。で、何分働いてるのが薬剤師と登録販売者がメインで働いてますから、その生理に対する理解度が違うと思います。正直よそに比べれば、なんかほらありましたやんかな、どこやったっけ、なんかどっかの大型の百貨店みたいなところで、なんかその生理ちゃんマークつけて働きましょうねみたいなになって、なんかすっごい物議かもして結局なくなったでしょ。そう、結局女性が働く上でこの生理の問題ってのはすごく大きいじゃないですかね。しんどいでしょ、生理ね。ね、しんどいの分かりますよ。なんで分かんねえって話ですけど、分かりますよ。2日目なんか最悪でしょね。しんどいですよね。そういう理解がやっぱ我々専門家にはあるわけですよ。ですから、しんどかったらちょっと調整しようかとかね、うん、あるわけですよ。重いもん運ぶのしんどいからちょっとレジにしとこうかとかあるわけですよね。そう、だからそういう意味でもすごく女性働きやすいと思いますよね。うん、まあ男性からしたら出会いの場にもなるんじゃないですか。はい、はい、ということで、次最後ですね。はい、次最後、これはもう完全にごめんなさい、これは完全にもう私です。ごめんなさいね、これは完全に私で申し訳ないですけど、最後いいところ、このチャンネルができたことです。はい。これは、本当にでも偽善とかなんでもなく、ほんまにそう思ってます。結局、その時の経験があるから、今この動画も撮れてるし、今この立場で配信もできるわけですよね。いや、よかったわ。ほんまによかった。で、だからこうやって皆様と知り合えてお話もできて、配信もできてるわけですよね。もうこんないいことはない。でね、中には、この動画をご覧になっている方で、そのドラッグストアへの入社を考えている方、社員としての入社を考えている方もいらっしゃるかと思うんですよね。そういう方に向けて、私の中でちょっと意見があるんですけど、たまにね、なんか、つぶやきとかツイッターとか見てても、そのドラッグストアで社員をすることに対して意味があんのかというようなことをたまに見かけたりするんですよ。バイトじゃなくて社員じゃないとあかんの。社員になる意味あんのみたいなね。そういうのを見たことあるんですよね。やってることバイトとほとんど変われへんやん、みたいなね。変わらないから、わざわざ社員である必要なくね、みたいなね。発給やし、みたいなね。これの私からの意見を言わせてもらえるんであれば、そうですね。そんなんも人によりますよ、結局。うん。考え方次第ちゃいます？で、例えばこれをね、言い換えるんであればですよ。例えば、そうですね。小学校の時からずっと野球をやってきた少年がやっとしますよね。で、ずっと小学校、中学校、高校、大学とずっと野球やってたとしましょう。ね。その子が、プロ野球選手になる意味あんのって言ってるのと一緒やと思います、私。だって結局やってること一緒でしょ。プロ野球になったって、ね、ピッチャーがマウンドで投げて、ね、ショートで守って、ファーストで守って、まあね、打って、みたいなことですよ。やってることは一緒ですよね。そこに、いかに皆さんが意味を見出すかです。それはね、確かにプロ野球選手になったら高額な年俸が待ってますよ。それはまた別ですよ。ただ仕事内容だけで考えれば、
やってることは同じなわけですよね。それはまあプロ野球選手に例えたらちょっとね、極端かもしれへんけれども、例えばですよ、バイトとやってること変われへんからっていうのは確かにそうかもしれません。それは真実やと思います。社員やからって言うと特別なことをやるって言ったら、そうですね、従業員管理であったり、シフト作成であったり、あとは売上の管理の仕方とかそういう数字の部分ですよね。そういうのはあると思います。ただ、現場の経験っていうことで言えばほとんど同じですよね。アルバイトさんとやってることは大して変わらないでしょう。ただね、そこからのキャリアアップとか、例えば、店長になり、ブロック長になり、そこからのともっとね、もっと行く上を行くようなマネージャーになるようなことがあったとしましょう。ね。そういう時に、現場経験ない人の意見を誰が聞いてくれると思います？絶対聞いてくれないですよね。ね。で、こうやって皆さんが私の話を聞いてくれているのも、私が現場を経験しているから、皆さん話を聞いてくれてるわけですよね。ね。私がこれだけね偉そうに例えばドラッグストアの悪いところはこういうところでこういうところがダメなんですよって言ったとするじゃないですか。言ってるじゃないですか。言ってるのに私が、じゃああなたドラッグストアで働いたこともちろんあるんですよねって私聞かれた時に、いいえ私は一切ドラッグストアで働いたことなんてありませんって言ったら、皆さんその話に価値を感じますか？感じないですよね。そう、そういうことです。現場の経験っていうのは一定必ず必要なんですよ。皆さんに話を聞いてもらう、言うことを聞いてもらうためには絶対説得力を持たせなきゃいけないんですよね。その説得力を持ってもらうときに現場経験っていうのは絶対必須なんですよ。だから最初からそんなね偉くなんてなれないですよ、誰も。だからそれが嫌やったらもうやめといた方がいいと思いますけどね。だからどっちみちでもどの業界に行ったって絶対下積み必要ですよ。その下積みを理解しているから上に上がれるわけですよね。それやったらもう社員になる意味なんかねえよと思う方はそれはそれでいいと思いますよ。でもだから私の場合はアルバイト時代もそうやし、社員もそうやし、それを経験してるから今社長ができてるわけですよ。それを経験してるからアルバイトさんとかパートさんたちの気持ちも察することができるわけですよね。そうだから私の中では不必要なもの、ようなものなんかないっていう風に今のところ、持論ですけれども、そういう結論に今のところ至ってます。はい、ということで10個挙げてきました。本日の会議以上でございます。いかがだったでしょうか。やっぱりネガティブなことばっかり言ってるわけにいかないんで、こういうポジティブなこともねしっかりご案内をしようという、ものでございます。はい、最終判断は皆様に委ねます。はい、いろんなことを兼ねて判断してもらったらいいと思いますけど、いろんなね、ネガティブなことを、ネットでは書いてると思います。いろんな掲示板とかで書いてると思いますけど、そのも完全無視で全然 OK です。最終皆さんがどう判断するか、自分の人生において、その要素がどれぐらい重要か、どれぐらいその、自分の価値観に照らした時に、それがどれだけ満たされるかっていうことだけのことですから、自分の人生ですからね、もう自分で決めましょう。もう周りの意見なんか関係ないですからね、多少参考にするのは結構ですけども、最終的に自分で考えて自分で出した結論であれば、問題ないと思いますんで、そこはぜひ自信持ってね、やってもらえたらなと思います。はい、ということで以上でございました。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。